カート・ポリカルプ・ヨアキム・シュプレンガル、クルト・シュプレンゲルは、ドイツの維持、植物学者である。バルト海に面するポメラニア地域の、現在のフォアボン・メルングライフスバルト群のボルデ港で、生まれた。父親は、牧師で、おじに、有名な博物学者のクリスティアン・コンラート・シュプレンゲル、がいる。父親から教育を受け、ラテン語やギリシャ語に才能を示した。 おじの影響を受けて1780年に14歳で女性のための植物学を出版した。1784年にハレ大学に入学し、進学と医学を学ぶが、進学はすぐに学ぶのをやめた。1789年に母校の医学の志向士となり、1795年に常勤教授となった。医学や医学史を研究し、植物学の分野では、 顕微鏡を使った高等植物の組織の研究を行ったが、性能の低い顕微鏡での結果は必ずしも信頼できるものでなかった。分類学の分野でも働いた。1795年から晴れの植物園の園長も務め晴れの植物園の評価を高めた。植物の形態学にも興味を持っていたヨハンボルフガング・フォンゲーテは1802年に 植物園と植物園に隣接して建てられたシュプレンゲルの屋敷を訪れた。エパクリスカの植物の俗名、スプレンゲエイリアなどに懸命された。スプレンは植物の学名で命名者を示す場合に来るとシュプレンゲルを示すのに使われる。ありがとうございます。